ちょうどいいのでさっき質問したかったんですが、やっぱその映画音楽のクレッシェンドっていうのは、キンさんでは一番要で、オーケストラをほぼその音量的にもリードする役割が大きいので、そこはただそのダイナミックスレンジがやっぱり弱いんですよね。もっとあの下からもその上がり方も綺麗に上にっていうのが、またそのクレッシェンドも一つのこの一方向 の、 あの同じ、なんていうんですかね、具合で上がっていくものではなく、いわゆる勢いをつけた上に後ろに向けてクレッシェンドするみたいな、あの映画音楽のホルンって実はその録音ベースっていうのがあって、 それを生でフルオーケストラ相手にやるっていうのが、あの相当な無茶があるんですよね。あとプラス映画音楽向きのホルンじゃない。そうだね。なるほど。ホルンで揃えたいですね。そう。なんかちょっと巻きの大きいね。毎回やりたいと思う。なのでそのこう映画っていう録音していろいろエフェクトをかけてっていう、その多次元のなんていうのかな、こう描き出せる世界とは違って制約は多いけど、生音っていうね、あのその分楽しみの多いこの条件でどういうふうに、あの、ね、よりこう欲しい感じにしていくかって、ちょっとこう、はい、できることを探していきましょう。はい、この3小節は全てがつまのれるぐらいの3小節です、これ元々のもスコアも、スコアっていうか書かれて時点でこのクレッシェンドが元からこの曲はあるですね、はい、遠くからこうバーッと来る感じでしょ、一小節の間でやれっていうことですね。なるほど。ちょっととりあえず聞かせていただいていいですか。